災害、その時あなたは。今回もこの3月にリニューアルオープンした神奈川県総合防災センターをご紹介します。さまざまな防災に関する展示や体験コーナーで楽しみながら防災について考えましょう。神奈川県総合防災センターは厚木市にあります。開館時間は9時から17時、入館料は無料です。消火体験コーナー、大きな火災でも最初は小さな火、万一の時に慌てず消火器を使えるよう本物と同じ大きさの消火器で初期消火の体験ができます。煙避難体験コーナー、火災時炎とともに恐ろしいのが煙。煙が立ち込める迷路から避難します。煙はどう広がっていくのか、そして正しい避難方法が学べます。今回リニューアルした防災シアター、津波や火山の噴火は県民の皆さんが直面する恐れのある自然災害です。県内を舞台にした仮想のストーリーで自然災害の危険性やいざという時の備えなどを学ぶことができます。フリースペースには AED 自動体外式除細動器での心肺蘇生法などを体験できる応急手当エリア、避難所体験エリアが新設されました。国宝防災センターはまさに臨場感ある体験をですね、楽しみながら体験ができます。で、体験することによって、災害に対する備え、それといざ災害が起きた時のですね、正しい行動について学ぶことができます。今回、リニューアルいたしましたので、一人でも多くの県民の皆様にこの施設をご利用していただきたいと思っております。ご来場お待ちしております。神奈川県総合防災センターでリアルな災害を体験して広く防災を学んでみませんか。